上に。少し話題は切り替わります末期的岸田公知会政権の今という風な話になりますちょっと簡単にまず紹介しますが16、17スタッフさんお願いします岸田首相が命がけで党再生自民全国幹事長会議不記載事件で謝罪ということで謝罪をされましたねこれは今日ですねそして17番こういう記事も出ております岸田政権カウントダウン 野党支持率合計が自民党を上回る公明は新総裁に期待かと安住さんが書かれた記事がこのように出ておりますで、そんな中ポスト岸田世論調査上位と思えない上川外相の苦しい答弁ということで、えー、これ昨日も紹介させていただきましたがあ、これも微妙な答回答されてたんだということでちょっと紹介させてください18番お願いします川田隆一さんのポストですこれは中国 V に関連して 松原仁議員が上川外相に迫っておられます棒読み中国忖度どうにでも操れる上川陽子氏の姿を暴いた松原仁氏上川氏が総理候補と聞いて岸田首相がこれほど日本を崩壊させても日本人はまだ分からないのかとの保守現実派の怒りに納得7ヶ月も中国の海上部位を放置し理由さえ説明できない国家間なき71歳高知会政治家にまた政権を託す唖然とそして19番もお願いします。 松原陣の追撃、軍島元徴用工側の供託金差し押さえについて上川陽子に行動を迫る日韓請求権協定という動画を添付し、松原陣氏が上川陽子会長を追及したのは中国の海上部位問題だけではない、元徴用工大法院判決で日本企業についに実害が出た日韓請求権協定違反事件で上川氏は官僚ペーパー棒読み、答弁を繰り返した。もも歴史観もない どうにでも操れる政治家だから当然これを次期総理に上げる人大丈夫かというふうに言われています。石山さんお願いいたします。はい。まあね、あの神、ー、川さんが次期総理っていうのはこれは完全にその作られたテーマであって誰もそんなこと去年も去年まで誰も言っていなかったわけで。 えー、なんでそんな話題が出てきたのかっていうこと自体が非常に怪しいわけでこれアメリカなんですよアメリカが言うあの書かせてるだけの話でねだからねこんな情,情けないねあの占領下の状態になっちゃったんですよ日本はでなんで。なんで本当に あのまだ主権回復していないね昭和27年の2月1日以前の状態それこそゴジラマイナスワンが襲ってきた時のですね状態に戻ってしまったのかっていうとやっぱりね安倍元総理の暗殺ですよ。それからあのこういうふうになったとしか思えないね。うん、えー とということでまあ上川さんに関しては私もこの問題アホらしくてもうコメントしたくないんですけどねあのこれはだから多くの方が感じている通りです V の問題もそうで日韓請求権協定だって本当にひどい問題で、えー、まあもうすぐ韓国の総選挙があってねどっちに転ぶかっていうか全く分かりませんけどもあしかしいずれにしても いいわけがなくてね今のユン政権でもああいう判決が出てるわけですからね、本当に。えー、じゃあ、この問題、どうでしょうね、えー、な長尾さん、いかがでしょうか。 まあ上川大臣は言わされてますね、言わされてるからといってかばってはいません、言った以上、あの外務大臣の発言になりますんで、で先々月ですね、あのだ段の松原仁さんと月間ウイルスで対談をしたときに、上川大臣の,あの話が出たんですね、当時はあの松原先生、結構上川大臣のこと評価されていらっしゃって。はあ で実は私がその時まあこれはあの、まあ、ぶっちゃけあの、ジャーナリストの山口紀之さんからの受け売りでありますけれども、え上川陽子さん大臣があの、えー、民主党の上院議員のところで働いてたと、もう半ば、米国の犬ですよと、もう代理人ですよというような話をされた、驚いていてらっしゃいあまり知らなくて。<ー> 結構、顧、あ、問、のーまあ、書の議連があって、そこで陣さんがあのずっとやり取りをしててね、うんえー、いや、なかなか保守的な考えかと思ったらいい人でみたいなこと <laughs> あウィールに実際出てるんで、そういう面ももちろんあるんですけども、うんでね、やっぱりね、答弁、あんなに不安定な人じゃないんですよ、もとも、ね、と。した、はい 法務大臣時代なんて、すごかったですよね。法務大臣の時もそうですし、いろいろなその議連のひな壇の方に行っても、ですね、はい、ペーパー見,見,見ずに、ものすごく答弁は、うん、あの安定的な方なんですけれども、うん、ここ数か月。え やっぱり言わされてる感があるから、まあもうこれは繰り返しますけれども、カバー気はあり,ありません、えー。もうあの不安定答弁っていうのは完全にあの怪しい人形だからああいう状態になってるということの証さじゃないですかね。えー、はい、ありがとうございます。吉田さんはいかがですか。あの政治家はやっぱり自分の言葉で常に喋れなきゃいけないと思うんですね。 あのー、同じその岸田内閣の中で、じゃあ高市早苗さんが、ああやって言い淀むことがあるかどうかなんですよ。うん、あのー、まあ、えー、上鍵川さんも宏池いでしょうけれども、やっぱりね、自分の親分に逆らえないという人は、やっぱりまだそんな人はトップにしちゃいけないんですね。あのー、やっぱりトップ、 がこうあっても、その中で自分はここまでは言わなきゃいけないと、あのもうグレーギリギリのところまで,です、ね、踏み込んだ発言をして、上から困ったなって言われて、まあ、でも後でその、まあとで、えー、その手庭派の部分でなんとかうまくねそれ以外、それ以上の被害は食い止めるぐらいのやっぱり手腕が大臣ぐらいになると求められるわけで。私は岸田がどんなに わけのわからない指示をもしし,たしていたとしても、あの松原議員さんにあそこまで追及されたときに、部位の,の撤去は、例えば国際的には何ら問題ありませんって言ってしまうとかですね、うん、あのすると、現外に私のせいじゃない、岸田のせいですよっていうことを、まあ、う <laughs> すらぼけさせることができるわけなんですけれども、そういうやっぱりね、テクニックがちゃんとできる人じゃないと、まあ、外務大臣以上にはしちゃいけないなと思いますね。 はいいどううもありがとうございますうーなかなか手厳しい、えー、意見が2人から出ましたけど本当にその通りですねまあこの番組をね、あのー、視聴してる方はですね是非その辺の、えー、例えばこの問題に関して今の長尾さんと吉田さんの見解というのは非常に重要だと思いますんでね、あのー、よくあの胸に刻んで えー、欲しいなと思います。では、スタッフさん、次お願いします。はい、次行かしていただきます。はい。 このような保守このような状況ですけども保守のとってとても大事なきっかけになる可能性があります東京15区の件で少し触れさせてください地上波で化けの皮を剥がすということで20番武子さんの3月16日のポストです政治の見正義の味方動画を添付されていますね石橋は国会議員の尋問がないので総裁選に出ることすら無理でしょうメディアの誤誘導に騙されませんようにさて東京15区の補選で 鍵を握る小池都知事ですけど、カイロでルーメイトだった方が実名で週刊誌に小池氏の学歴詐称について告発し、日本保守党の飯山あかり先生が同区の支部長に。 就任し小池氏とアラビア語対決を挑んでいて化けの皮を剥がそうとしている中で小池氏の出馬はほぼないと見るべきでしょうさて香港さんは今日も地上波テレビのギリギリの線をついて果敢に発言されています正義の見方ということでこの,この動画の中でおっしゃっていた高橋洋一さんとかいろんな方々香港さんも含めていろんな方々おっしゃっていることをまとめて竹子さんが書かれていますねこのように地上波の方でもだんだんと日本保守党あ日本保守党とは あの、おっしゃらなかったんですけど、テレビの都合上で、で透明は言わなかったんですけども、香港さんも。だけど、小池都知事のこういうような状況も、地上波でどんどん出てきているようです。西村さん、お願いします。はい。これ、僕、全然知らないんだけど、香港さんが、なん、なんて言ったのかな。香港さんが、あの、うん、飯山あかりさんの、その、アラビア語。 対決みたいな件であはい、はい、山狩さんとか日本保守党という名前を言わなかったんですけどそのやっぱりテレビ的に難しい都合があるのか言わなかったんですけども、うん、まあこのような話をにおししておられましたねあなるほどね。地上波ででも何であれなんですかね名前とか出せ,出せないんですか別に出しちゃいけないなんて何の規定もないしあの立候補するんだったら別に普通にね。あの 出していいわけなんだけど、どうもその辺がね、よくわかんないんだよね。今のテレビ、テレビっていうのは、どういう、なんか、放送コードっていうか、言論規制の中でやってんのか本当に不思議でしょうがない。えー、これは、どうですか、じゃあ、あこの件は、じゃ、ちょっと吉田さんがお聞きしましょうか。これ、あの、まあ、竹子さんの、まあ、取りまとめは、のうちとこの番組、私、うん、見ていませんけれども、あの、 まあちょっと自分はあの今日あの中野と中野以外の,あのいろんな方の補習的な方々とこう意見交換したり、ご飯食べたり、いろんなことをしてきたんですけれども、やっぱり今の今日の段階では、ちょっとその15区に小池さんやら、特別秘書だった荒木さんなどが出る目は、ちょっとなさそうかなっていう、今、雰囲気。 その人たちに接してる人たちが受けている感触からすると、あの全然そういうあの、まあえー、なんていうかな、えー、温度を感じないっていうか、そういう状況を、えー、私はあのちょっと感じ,感じました、その、えー、ご本人たちじゃなくて、ご本人とやり取りをしている人たちのお話を聞いていてですね、という、えー、状況なんですね。な,なので、まあ、やっぱり えー、ここで分析されている通り、いろんなことを勘案して、まあ中国に降りるのは嫌だなということな,なのかなと思いました。はい。えー、っと長尾さんはいかがですか。まあ小池都知事がどうするかっていうのがギリギリ最後の最後までわからないというところです。うんえー、選挙は最後までわかりません。えー ただ、もう今日三3月16日で、告示日は4月16日でも1か月ですよ、投開票日は4月の28日ですけども、ですから、とにかく各陣営ですね、もう一件一軒支援者のところを回って回って、いい選挙戦をあの繰り広げてほしいなと、自民党はどうも独自候補がなかなか出せないという状況のようです。 おとと僕、うんあの、江東区行ってましたんで,、えーうん、で、じゃあ、無所属の候補者を自民党、公明党で、うん、え支えるのかっていうようなことについても、皆、えー、目見討はつかないというような状況。 私が会ったのは議員ではなくてあの自民党周辺関係者団体の方だったんですけどもとてもとてもやっぱり柿、えー、沢美都さんあとはあー秋元司さん本当にあの立て続けにでももともと自民党がめちゃめちゃ強いところでありますんで、えー、ここでまた先輩なんていうことがあれば。 もう永遠に議席は取り戻せなくなるという、そういう危機感はあるようなんでね、まあ、最後まで分からないんで、ただもう選挙一か月前ですから、各陣営、もうあのしっかりと、えー、いい選挙戦の突入をしていただきたいなと思いますこれだけど、自民党は出さないってことはない,ないんでしょうないですね。負けてでも出さないと、うん 統制拡大がどんどんん減退しますからつまりあの選挙は何も今回、一回国旗じゃないんで、補欠選挙ですから、から、うん、補欠選挙であるがゆえ、全国から選挙のない、えー、国会議員や地方議員が一気に入ってきますんでね、えーあのー、それこそ党員の数が、あのー、多いところ。 あるいはその業界団体の多いところが一般論として補選はやっぱり強いですよ、あの比例はありませんから、うん、だからここで、ねまあ、長崎は、ね、あの4つある選挙区が3つになるんで、今回、苦しい選挙をやっても、なんか仮に当選しちゃったら、その人、次の選挙でどうするのよっていう、そういうあの余計な心配が出てくるんで、まあ、長崎については、 あの不戦敗ていうのはあの戦略上あると思うんですけども、東京15区は一般論として、あの不戦敗ていうのはなかなか考えづらいですね、まあ、それでも出せないぐらい疲弊しているかなという、そういうあの雰囲気はありますけどもね。うんうん、まあね、柿沢しがあんなことになっちゃってね。うん、でその後もそう まあ今の、どうですか、東京ってこともあるし、ちょっと、もし吉田さん、補足することあったらあのまあ僕はとにかく、こういう状況において、日本保守党の初議席を期待しているんですね。ですから、自分のツイートでも言いましたけど、ここで別にあ,のあえて、あっざまに自民党の批判をする必要はないんですよ。は ちゃんとした保守政党として、あのー、しっかりと、えーまあ、地域の人のため、そして、えー、日本のために、えー、しっかりやっていきたいとあの、そのためにはどんな人とも連携して頑張りますよぐらいのことをおっしゃっていただいた方が、うん、有権者は安心して投票<あ>されると思うので、あでね、あのぜひね、飯山さんをはじめ日本保守党は、 そういって江東区じをくまなくあの呼びかけて歩いていただきたいなと思いますまあ要するにね、入れたいところがなくなっちゃったからっていう、そういう状況なんでしょうしね、中国の有権者はね、だからそういう有権者を安心させる、そういうアプローチが必要だよっていうことだよね、今、吉田さんおっしゃったのはね。はい とても長尾さんから資料もお預かりしています、重要な話にさせてください。国防最前線、自公が戦闘機輸出合意、今後の維新との関係はというふうにまとめていますけど。